松井雅人は、群馬県前橋市出身のプロ野球選手。宇藤左打。オリックスバファローズ所属。愛称は、宮ビ。小学校2年で、地元の軟式野球チームカスカはリトルタイガースで、野球をはじめ、中学校までは当主だった。なお、小学校1年から6年までは、柔道の経験もある。気流第一高等学校で保守に転校。 第76回選抜高等学校野球大会、第86回全国高等学校野球選手権大会に出場する。同期には後に、オリックスでもチームメイトになる小島周平がいる。上部大学へ進学し、左打ちに。同期の足立良一と共に、明治神宮大会では、上部大発の準優勝に貢献。二千九年のドラフト会議で中日からの内指名を、 受け入団。背番号は47。同期入団で同性の松井祐介がいるため、スコアボード等の表記は、松井正と表記されていた。2010年、ルーキーながら、谷繁元信、小山勝良氏に次ぐ、第3の手として開幕1軍入りを果たし、3月30日の東京ヤクルトスワローズ戦でプロ初安打を放ったが、このシーズンの安打は、この1本のみだった。 2011年10月14日の読売ジャイアンツ戦では、保守で先発出場し、プロ初先発のルーキー王の雄大をリードした。2012年は、1軍での出場は4試合に終わった。2013年は45試合に出場。7月25日の横浜 DNA ベイスターズ戦では、ダイソーで出場すると、 高木森道監督が一塁を守れる野手を使い切っていたため、そのまま学生時代を通じても一度も経験のない一塁手の守備についた。2014年から背番号を38に変更。同年7月10日のヤクルト戦では7回から守備に入り、9回表に江村正也からプロ初本塁打を放った。このシーズン、星としては選手兼任監督となった。 谷重元信に次ぐ67試合の出場を果たした。2015年は開幕スタメンに名を連ねたが、打率が135に終わり性保守定着とはならず、打撃に大きな課題を残し51試合の出場に終わった。2016年はわずか4試合の出場に止まり、シーズンを通して2軍暮らしが続いた。2017年開幕1軍こそならなかったものの、 一軍合流後は、前年好調だった杉山正代の不調により出場機会が増加した。6月9日のオリックス戦で相手チームのクリス・マレーロが左中間を超える打球を放って本塁打としてダイヤモンドを一周した際に本塁を空過ごしたことに気づいて審判にアピールし、マレーロの本塁打は取り消されて三塁打となったということがあった。 マレーロが翌日の中日戦で本塁打を打って松井の眼前にて両足で本塁ベースを踏んだということも注目されて地の人となったという。2018年は FA 遺跡の王の翔太と正捕手を争いシーズン中盤からはスタメンに定着し最終的にはチーム最多となる92試合内先発72試合に出場した。前年同様の打撃を見せたが 守備の面では盗塁阻止率がリーグ再開の172止まり正保守定着へ課題を残した。11月10日、現状維持の年俸2000万円で契約公開した。2019年は加藤匠馬の対等により出場機会が減少した。5月下旬に右足関節三角骨障害のため離脱したが、復帰後は控え保守としてベンチ入りしている。 2019年6月30日、武田健を松葉隆史大との交換トレードで松井祐介と共にオリックスバファローズに移籍した。背番号は33。引き続きスコアボード等には松井忠史と表記。アマチュア時代の同期である小島、足立と再びチームメイトになった。移籍後は即一軍に合流すると、 山岡やすすけの先発当番時にスタメンマスクをかぶるなど24試合に出場した。2020年、開幕から一軍に帯同していたが、7月2日に、出血性胃炎のため一軍を外れる。その後7月14日に復帰した。腰痛に苦しんで23試合出場に止まった。国内 FA 権を取得したが行使せずに残留し、12月11日に、 年俸2500万円で契約公開した。インサイドワークに定評がある保守。一方で打撃を課題としている。ドラフト同期であり、同学年で同性の松井祐介とのコンビは W 松井と呼ばれた。自身の闘争心を高めるために人気映画を見ることがあるという。ありがとうございます。